皇帝のような不幸にならなくても、女性なら売春婦に落とされるなど、強奪連鎖の犠牲、それ、はあまた、出る。皇帝が台頭したことにも王の遠慮が渡ったことにも理由はある。王の権威であろうと、最後の判断を人間に委ねる限りは、主観は捨てられないわけで、どうしても出生地や家族を中心とした繁栄、という絵は避けられない。その外は地獄。王の権威は、神に返さねばならなかった、が。問題は皇帝にそんな気は、なかった。良くも悪くも、結局は、自分のような不幸を生み出したのは、自分のような奴だ。そういうお知恵と回帰する、そういう状況ではあり、宮城市場、ストリートの連携、それが発生したのはもう、10年近く昔の話、それから？皇帝は、それをどう否定するか？それに注力し続けた感。過去はどうでもよい、今は。単に、歪んだ野心か。